で、これが、はい、オフェンス車、はい、オフェンス車種類で、これがボールです。楕円じゃなくてバレーボールのボールとは違うんです。バレーボールの形で、僕らまあみんなほとんどの選手両手握力ないから扱いやすいように表面がちょっとザラザラしてる。へぇー、あ、ほんとだ。触らして。全然滑んない。多分グローブしてるから言うと、ネコネコする。これパスするとき全然手から離れない。あ、あるある。だからこれでやっぱりそのこのパスをできるようにする、うん、なるほど。そっか、掴んでるわけじゃない。そう、指は動かないから、まあ、これでどうやってやってるんだろう。なるほどね、なるほど、なるほど。キャッチもこうやっぱ、まあ、健常者で言ったらもうグーで、両手グーでキャッチするようなイメージやから、ちょっとでもこう、投げ方はどうやって投げるんですか。投げ方なんかバスケみたいな。でも投げ方に関してはそれぞれのその障害残存機能を活かして投げてる。俺の場合はまあある程度手首も動くから普通に投げる。なるほど。弱い。俺が投げれないかもしれない。お、うまいじゃん。いや、怖。ワンバン。なんでもあり。なんでもあり。だから。パスがすごいできへんぐらい障害を持っている人はこうやってこう、なるほど、そうだね、バレーボールみたいに。すいません、で、そう、右のキャスターでガッて固定してブレーキする。ありがとうございます。ぐらつく、それでもなくなってくる。あ、大丈夫。いい感じだな。え、これ一発で乗れました？一番、覚えて
てます？初めての時乗れたね。乗りました？本当に？でもやっぱ感覚あるから、お尻とかの位置が俺全部わかるからさ。あ、なるほど。やばい、落ちる気しかしない。落ちる。全然落ちる。だってさ、めっちゃ遠いもん。これが、ここがさ、すごいもん。あー、落ちる。気しかしない。え、あー、そこ調子いいと思うね、今日。あかん。そっちやねんな、今のとこ。あ、ここ苦手なんですよね。あかんねんな、あかんねん。いや、でも、ここで行こう。あ、行ける。あ、これ行けるっしょ、行けるっしょ、ほら。あ、やばい、ケースに入った。ケースに入った、何？だよ、俺、後ろから押さえとく。あ、落ちる。あ、落ちない、落ちない。うまく。熱い。取れたかな、今の取れたかな。